所管について審査を進めます質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松原人君,松原君、えー、委員長、えー、とあの今日は拉致問題、だいぶ最近、ホットになってきておりますので、これに関しての質疑をいたしたいと思います。冒頭、ちょっと質問の順番を変えて質問しますが、まあ、あの日本は制裁はですね、 世界で最高水準にやっているというふうな議論もありますが、まだまだ制裁の余地があるということを、この場で明らかにしていきたいと思っております。そこで政府参考人の方々にお伺いをするわけでありますが、まあ、私も質問主義書令、ずいぶんとこれ、提供してまいりましたが、まあ、朝鮮総連に対する破産宣告というのは、できるのかどうか、できるかどうかに関して、できないならばその理由をご説明をいただきたい。 法務省松井官官房審議官お答え申し上げますご質問は、朝鮮総連がいわゆる権利能力なき遮断にあたるということを前提とされたものと理解をしております。お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものですので、政府としてお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げますと、 破産法18条1項によれば、債権者は破産手続き開始の申し立てをすることができるとされており、このことは、債務者が同法13条において順用する民事訴訟法29条の要件を満たす法人でない社団である場合も同様でございます。松原君え。つまりはできるということになるわけであります。朝鮮総理に対して、こ、えー、この破産宣告をるるべき者が行ううととは可能であるという とが今明らかになったわけでありまして、これは一つの制裁のポイントになってくると思っております。次に、まあ日本政府は2002年3月ですか、ロシアのプーチンウラジミルプーチン大統領に対して資産凍結等を発動したことは、まあ皆さんも認識をしていると思います。またアメリカ合衆国は金正恩が国務委員長等々にですね、同じように資産凍結 を姿勢しているわけでありますがこのアメリカの資産凍結は、いわゆるです、ね、このアメリカの法律であります,です、ね、このスペシャリ・ディズニーティッド・ネーション・アンド・ブロック・パーソンズ・リスト、ここに入っているとです、ね、アメリカの銀行は一切取引できない、ドル送金等もできない、でここに書いてある文章を見ますと、同時にです、ねえー、保有する資産が凍結されると、こう書いてありますから、 そこに金正恩総書記も入っていますので、完全資産凍結ができるわけであります。日本はこれをしていませんが、なぜしていないかというのを問うのではなくて、まあ、プーチンに対して行ったわけですから、当然できると、物理的にできない理由があれば、お示しいただきたい。外務省門脇大臣官官房参事官 お答え申し上げます、えっと。お尋ねの点につきましては、ですね、今後の対応に支障を来す恐それがあることから、お答えすることは差し控えたいと思います。松原君、えっと。聞いてる内容は今後の対応じゃないんだよ、できるかどうかってことを聞いてるんです、あのできるんだから、できるって言ったらいいですよ、ウルラジミール・プーチンやってんだから、そういう、ね、ことをすると、時間もったないから、もう一回答えて。外務省 どういうできない理由を言ってお答え申し上げます、繰り返しになりまして申し訳ありませんけれども、今後の対応に気象を引き出す恐れがあることからお答えすることにさせてく通告で、できない理由を示してくれって言ってるんだよ、今後の支障を来たすなんて聞いてないんだよ、できない理由を説明してくれって言ってるんだよプーチンに対してやってんだよ、日本は。金正恩に対してできない理由は何かって、もう一回聞くよ。 お答え申し上げます、えー、今後の対応につきましては、拉致核ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて、何が最も効果的かという観点から、不断に検討していきたいと考えておりますそんなこと聞いてないだろ、松原君。失礼な答弁はするな。 こちらは質疑質問通告で言ってんだよ。できない理由を言ってくれって。こういうこと言ってるから外務省はダメだと言われるんだよ。プーチンに対してやってんだよ、あんた方。おかしいじゃないか、あんなのだから、今言ってんのは、支障を来すと。しかし、それはできない理由はありませんと。こう言うんじゃないの、答えは。 外務省は日本の外交できないよ、こ度はで言ったら、はったりも何もないじゃないか。え次にですね、えー、っと、次は、いわゆる高麗航空への経済制裁。これ、アメリカやってます、すでに。高麗航空はご案内のとおり、このスカットミサイル等をです、ね、北朝鮮に部品を運んだということで、国連のパネルでですで、ね、に批判を浴びています。 この高麗航空に対してアメリカはまあ制裁をしてますが、日本はしてないと。できますか、できませんか。将来やるつもりがあるとか、支障をきたすとか聞いてないんだから、一言で答えて。外務省門脇さん時間お答え申し上げます。 ご指摘の,あの米国がです、ね、2016年12月に高麗航空を含む16団体7個人に対して、新たに制裁対象に指定したということを承知しております、政府として現時点で、高麗航空を資産凍結等の措置の対象として指定はしておりませんけれども、今後、何が最も効果的かという観点から、普段に検討してまいります松原君。まあさっきよりは少しまともになったけど。 要するにできるってことだよ、できるって言えばいいんだよ、できない理由はありませんと、もうね、こんなんで時間をさ、使いたくないんだよね、次、まあ、朝鮮総連、中央委員、350人ぐらい減ってます、今、350人ぐらい、全専従業員の再入国禁止、これ、アメリカはじめからこんなんなしですよ、ありえないですよ、これ、どうですか外務省門脇さん時間 お答え申し上げます。嫌いる答えですよ。あのえっとまあご指摘のさまざまな形での経済政策、経済制裁、再入国禁止措置を取る。 が取らないか含めて、今後の対応して、ついては、普段に検討していく考えでございます。あの、委員ご案内のとおりでございますが。我が国は、あの、在日の北朝鮮当局、職、職員等の再入国禁止措置を取ってきておりますけども、あの、その対象となるものの氏名、肩書き人数等の詳細については、事柄の性質上、お答えを差し控えてきております。松原君。つまりね、今はすでにやってるのを幅を広げるってことだから、これできないと言えないよ。 当たり前ですよ全部やりゃい,いんでそれから最後にです、ね、いわゆる安保理公開会合における金正恩委員長、個人の人道に対する罪の提起であります、これについても私は質問主義書で、えー、質問しております。いい答弁だったんで、なかなか質問主義書はね、はい、これについて答えてください外務省門脇参事官。 お答え申し上げます、えー、北朝鮮の人権状況に,状況について、国連安保理で議論が行われることは有意義であると認識しておりますけれども、ご指摘の安保理における今後の対応のあり方については、米国、韓国等のほかの理事国とも緊密に連携しつつ、検討してまいる所存でございます松原君。委員長、私のですね、去年の2月の質問に対する答弁は、公開であるんだよね、今言った案件に関して。 北朝鮮の人権状況について、国連安保理理事会で議論されることは、有意義であると認識しているが、今後の対応について、現時点で予断を持って答えられないと、有意義だって言ってるんだよ。これ、おそらく、去年のこの時期だから、2月だから、廃止、さグマ、もう今日はね、拉致問題担当大臣って聞いてるけれども、大臣で閣議決定ですからね、これ。 署名してんじゃないかと思いますが、これね、有意義だると認めてるんだよ、交代するような答弁はしない方がいいよ、もう一回答弁、できるってことを言ってください、やる意思があればできると、国連で提起できると。外務省門明さん時間 お答え申し上げます、えー、繰り返しになりますが、北朝鮮の人権状況について、国際連合安全保障理事会で議論が行われることは有意義であると認識しております。今後の対応については、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたい松原君。質問に、ね、答えてもらいたいんだよ。つまりね、有意義であるというところまで,でもいいけれども、要するにそれは日本は定義できるということを明確に言えばいいんだよ。まあ、あの制裁についてはですね、さまざまな制裁が、もう全部出し尽くしているというふうに、 まあ思っている人がいらっしゃるかもしれないが、まだまだできるということをです、ね、明確にしておきたいと、でまあとで万言本、九字についても質問いたしますが、えー、順番に戻りまして、2002年、小泉法庁、政府はなぜ未解決の、まあ、いかが決断したのか、その理由、大臣お答えください林内閣官房長官、えー。平成14年に5人の拉致被害者の方が帰国をされました。 がこの北朝鮮が死亡を主張した8名の死因には不自然死、これは極端に多いこと、これに加えてです、ね、これを裏付ける客観的な証拠が全く提示をされなかったということ、えー、そして北朝鮮側の説明には不自然かつ曖昧な点が多く、また捜査により判明している事実や、帰国被害者の証言との矛盾も多くです、ね、説明全体の信憑性が疑われたこと。 等の問題点がありまして拉致被害者の死亡を裏付けるものが一切存在しなかったということでありますこのため被害者が生存しているという前提に立って被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めているところであります えー、拉致被害者一人一人の具体的な、まあ、情報については、今後の対応に支障を引き出すことから明らかにすることは差し控えますが、いずれにいたしましても、すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく、まあ、全力で果断に取り組んでまいります松原君。えーまあ、あのこれ、極めて重要なことを大臣おっしゃった、担当大臣ですから、これはあの担当大臣の判断というのは極めて重いわけでありますが、簡単に言えばですね、 ま、次の交渉が近いかもしれないと言われている、金与順の発言も含めて、まあ、あの、能登半島に対する北側のお見舞いという話もあった。私はその上で、次の交渉において、何をどう判断するのかってことですよ。前回五人戻ってきた。戻ってきたとしても、当初は一時帰国って話ですよね。一時帰国と言ってますよ。それが、まあ、まあその、結果的に日本から戻さなかったと。まあ ということであります8人死亡というふうふに言ってきた、まあ、後で、その死亡の刻印の日よりも、横田めぐみさんはまだ生きてましたよというのが、証言として、戻ってきた拉致被害者から出てきて、嘘八800じゃないかと、北朝鮮が言っていることだと、こうなったわけであります。だから、これ、この質問続けていって、最後に答え、どっかでいただきますが、今回ですね、交渉がホットになって、じゃあ、これとこの人返しますよと。 ゴールポストをどこに置くんだって話ですよゴールポストを置いとかないと、じゃあ二人でも三人でも戻ってきたら、二十年ぶりだからよかったねと、あとの認定被害者は戻っておかなくても、了解ですよという話にはならない、ならないという認識でありますが、二千二年がそうだったんだから、これ、質問の順番があれですが、大臣、率直にですねこの辺はお答えいただきたい。林大臣 えー、2002年、平成14年のお尋ねでございますが、えー、この14年に5名の拉致被害者の方々が、まあ、帰国されて以来ですね、1人の拉致被害者の帰国も実現していないと、これも痛恨の極みであります。拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題、これはひとときも揺るがせにできない人道問題であります。で、この今、松原委員もおっしゃったように、ですね今のこの状況に至っている背景、 さまざまな要因がありまして、原因として一概に特定のことを挙げる、これは困難でありますが、この政府として北朝鮮側のです、ね、分析についてお答えする立場にはないというふうに考えております、この全力でしっかりと取り組んでまいりたいと思っております松原君まああの。交渉前夜であるかどうかは別にして、ホットになってきているわけであります。 でここで重要なのは、2002年の経験を踏まえて行動してほしいと、2002年は、まあ、ちょっと実は外務省、まあ、そこまであの皆さんに問う時間がなくなってきてるんで言いませんが、当初は一時帰国、8人の死亡も外務省はもうすでにおそらく了解していたんじゃないかということで、家族会も調査会も救う会も劣化のごとき怒りを持ったわけである。 まあ、率直に言えば、あの段階では、日朝のまあ行政関係においては握っていたんじゃないかと。しかし、今、林さんが言ったとおり、大臣が言ったとおり、でだらめが多かったと。未解決だと。と、北側にとっては、北側の政治的対応は、日本側が評価することではないと言いますが、私は、北側のエージェントと、いろいろと話をする機会がありますが、このいわゆる問題はですね、繰り返したくない事例。 繰り返したくない事例。五人、彼らにしては、日本に戻すことになった。こういった状況で、日本は、北朝鮮何やってんだと。それ外務省も、日本人の怒りに人が変わってんだよ、これ。八人死亡、当然とことして受け。そういうふうなですね、変な握り方をしては困るわけですよ。だから、日本国民は、北朝鮮に対する怒りと同じように外務省に対する落胆がと私は思う。 私はその意味において、今回ですね、そういう状況でもし、そういう日が来るならば、くれぐれも、林拉致問題担当大臣には釘を刺しておきたいことは、安直に分かりましたという話ではないと。2002年に5人戻ってきて8人死亡を我々は未解決としていると。このことを深く肝に銘じてもらいたいと思っております。えー、次の質問に移ります。 まあ、いわゆるこの拉致問題のゴールポストをどこに置くかという話であります。拉致問題のゴールポストは、認定の海にかかわらず、全ての拉致被害者の安全と即時帰国となっているわけでありますが、これは将来的なゴールポストなのか、次の北朝鮮に包丁を、まあ、岸田大臣や岸田総理大臣かもしれませんが、行ったときの、そのゴールポストなんですか 前段であるとすれば北朝鮮側は拉致問題を蒸し返すなと言うでしょう。しかしそれは蒸し返すなと言ったって日本は全体主義国家じゃありませんから、それぞれのステークホルダーが考えるわけであります。まあ、そのための具体的策を私は十二年前に拉致問題大臣として三つの原則を明らかにしているわけでありますが、じゃあちょっとあの、この私が提言した三つの原則を政府参考に聞きたいと思います。認識しているかどうか。 内内閣閣官官房平井内閣審議お尋ねの原則につきましては、松原議員が拉致問題担当大臣時代に、記者会見などで述べられた原則であると承知をしているところでございます。その内容につきまして、平成24年10月1日の記者会見の内容を抜粋してご紹介させていただきますと、拉致問題は決して風化をし,風化をしない。 拉致被害者の方々やご家族がいなくなってしまったならば日朝間に永遠に解決しない問題として残る北朝鮮がすでに死亡したとされている方々が実は生存したということになっても従来の主張を変えたとしても批判することなく前向きに受け止めていきたい拉致問題について関係者の間で一定の進捗であると合意できるような進展が得られた場合は人道支援など 関係改善のための措置を取ることができ、また北朝鮮との間で、さまざまな建設的な対話の可能性も出てくるということであると承知しているところでございます松原君。まあ第一原則はもうちょっと厳格に言いますと、冗長と表現を私は取りました。横田めぐみさんが横田早紀江さんや茂さんと抱き合う姿が解決であって、全く違う時間に戻ってきても解決ではないと。 これは時間的な切迫感を北側に与えるための私の表現でした。二つ目は、まあ、死んだ人間生き返って文句はないよと。つまり、生き返らせて戻せよと。三つ目が一番重要でありまして、私は、北朝鮮側のトラウマは何かと、同じことを繰り返したくないと。返したのに、まあ、これは、我々にとってみればとんでもない話ですよ、誘拐しておいて。しかし、彼らにしてみれば、返して、日本世論があれだけ北朝鮮、 ダメ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 と。ダメだなとなった。このことは繰り返したくないと。そこで出口論の話になってくる。私は出口論をする場合に、一つは、まあ、具体的にはですね、州、あの、与党、野党の共同の国会議員からなるグループ。そして、救う会、まあ、家族会、救う会、調査会。さらには、 まあ、個別に言いますと、当時、あの、非常に熱心に拉致やっていた桜井義子さん。まあ、この有識者。こういった方からなる、椅つのカテゴリーからなる、まあ、ボードを作ると。ボードを作って、そのボードが、最後は、一定の解決という概念に対して、ジャッジをする。一定という解決という概念は、どのようなものかといえば、私は担当大臣でしたから、当時、認定被害者、全員、そして、 特定失踪調査会の最高裁に対する人権侵害申し立ての人間。当時35人ぐらい。この35人は間違いなく生存している前提で、もしそうでないならば合理的な証拠を出せ。ということをストライクゾーンとして出口論で提示をするということを私は言いました。で、そのストライクゾーンのゴールポストも、やっぱり5つのカテゴリーが合意をする。その 中心的な議長は、最終意思決定者は、日本国の拉致対策本部の本部長、総理大臣ですが、その、いわゆる仕切りをするのは、林大臣のポジション。まあ、当時は私でした。こういったことで、まあ、ここまでは具体的に言いませんが、当時の野党の極めて重要な人物にも、暴動に入っていただくことに合意をいただいております。やってました。まあ、私も大臣辞めたんで、それはそこで終わってしまったわけでありますが、結局ですね、 北朝鮮側がその時私のこの構想を聞いてエージェントはそれ素晴らしいっていう話だったんですよ。やっぱそうしないと出口論がなかなか出てこないと。このことを考えた時に出口論としてそういった一定の解決を関係者で合意する必要があるんではないか。そして関係者がジャッジをしてそのジャッジによって一定の解決ができたというふうに考えるならば、例えば 私は万元本九十二であるとか、人道支援を行うべきではないかということを、今の私が大臣時代に強く主張した三原則、さまざまな場所どころ行ってます。で行ったわけであります。そこで大臣にお伺いしますが、こういった一定の解決という概念を考えるとか、そういったボードメンバーを作って合意するとか、これをしなければですね、なんか言われた人間だけ軽に出てきてですよあ。これでいいですよ。そんな、 曖昧もことした議論ではないと思うんですが、ご答弁いただきたい。林大臣。 冒頭に松原委員がおっしゃったようにです、ね、この政府として拉致問題の全面解決、これは拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、それから拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しが実現することが必要だと考えております、おっしゃったとおりであります。そしてあのご家族家族族会救う会会救特定者問題調査会等々の 皆様のお話がありました、また有識者の皆様のお話もありました、でこのご意見やご要望、すでに私もいろんなあの、えー、この会合等でですね受けと、受けたまっておる機会を設けておりますが、そうしたものを真摯に受け止めつつ、まさにおっしゃっていただいての本部長である総理の指示を受けながら、連携して政府一丸となってやっていかなければならないと思っております。 まあその上で、先ほど、松原人三原則についてですね、ご披露をいただきました、えー、長年、大臣として、そして議員として拉致問題に取り組んでこられた委員のお考えとして、しっかり受け止めたいと考えております松原君。まあ、ここでちょっとあのお伺いしたいのは、政府参考人でもいいんですが、ゴールポスト、最終的なゴールポストは、そういった形でありますが、 今回仮にですね、ホットになって、えー、岸田法丁ということがあった場合に、そのゴールポストをゴールポストにするのか、一定の解決を考えるのか、それを誰が判断するのか、誰が判断するのか、で、その判断する人間が判断したときに、ステークホルダーが全員同意をするのか、こういったことに関して、えー、担当政府参考人、また大臣もお答えいただきたい。 内閣官房、平井審議官お答え申し上げます。政府といたしましては、拉致被害者として認定された17名以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者が存在するとの認識の下、認定の有無にかかるすべての拉致被害者の安全確保、及び即時拒のために全力を尽くしてきております。 その結果を出すことがすべてでございまして、それに至る道筋プロセスについて言及することは恐縮でございますが、差し支えさせていただきます松原君。そうすると、何、この非常にこの概念として、未認定っていうのはどこまで入るのかっていうのは、これ、あとで未認定と認定の差も聞きたいぐらいなんだけど、非常に複雑になってくるわけですよ。で、私はその意味において、やっぱりこのボードで、まあ、最大限ボードを作って、 汗をかいて、そこで合意形成をする一定の解決についても、これ、必要はあると思うんだけども、大臣、時間もないんで、簡単に答えてください大臣あの。最終的なゴールに至る道筋については、今、答弁があったとおりでありますが、この先ほどからお話があるようにですね。 えー、このどういったやり方を取るのがいいのかというのは、いろいろご意見があると思いますが、先ほど申し上げたように、このご家族や家族会、救う会、えー、特定基礎者問題調査会をはじめとする関係団体、有識者の皆様のご意見、ご要望、これをやっぱり受け止めながらやると、これが非常に大事なことだと思っております。するる場合ですね、えー、私は家族会のの信頼のある西岡さんや 拉致の可能性を否定できない人たちの信頼のある荒木さん、北朝鮮に同行させるべきだと、このように思っておりますが、ご答弁いただきたいと思います。大臣林大臣。松原あ先生の,あのご意見、しっかり受け止めさせていただきたいと思っておりますが、いずれにいたしましても、どういうふうなやり方で,です、ねまあ、やっていくかについては。 まあ、あのここで手の内を明らかにするというわけにはなかなかいかないというふうに思っておることは、先ほど申し上げたとおりであります。いずれにいたしましても、あのここでいろんなご意見をたまったことは、ですね、えー、しっかり受け止めてやってまいりたいと思っております松原君つまり、この時にですね、北朝鮮側はこれ死にましたと、認定被害者で、まあ、この一時的なこのゴールポストは認定被害者だけでいくのか、 私が36人と言ったように、特定失踪調査会の人権侵害申し立てまで入れるのかって、これは非常に議論してもらいたいと思いますが、その上でですね、この出てきたとき合理的な北朝鮮が説明して、これは日本に戻れませんよと、こういった理由でということをジャッジするのも大事だと思うんで、まあ今あ、含みのある答弁だったと思っております。この答弁は北朝鮮も聞いていて、まあ、 この問題の解決にもっと真剣になるんだろではないかと、私は期待しておりますが、そういった発信もお願いしたいと思います。最後になりますが、いわゆるですね、私は、無知のことは先ほど言いました。まだまだ無知はあるぞと。まだまだ無知はあるぞと。だから、横田早紀江さんと恵さんの出会い、もしくは田口愛子さんと息子さんの出会い、こういったものはなかったら、もうもっともっとアメリカ並みにやるぞと。日本、アメリカよりやってないんだよね、これ。大問題だけども。 やってない。で、こういったことを一方に入れながら、アメも必要だと、交渉でありますから、アメという部分に関して、私が担当大臣のときに人道支援に言及しました。まあ、自公明支援の話も、当時はですね、総理大臣といたしておりました。で、その上で、この万元本九十二っていうのは一つのシンボルであります。これが国連制裁によって制裁を受けているものかどうかを、まず答弁いただきたい。外務省門脇参事官。 お答え申し上げます、えーまあ、ご指摘の船舶の扱いを含めてですね、我が国の対応について予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思いますが、その上で、ご,ご指摘の、はい、ご指摘の船舶は、ここに安保理決議に基づく制裁措置の対象とはなっていないと承知しております松原君だからそれを、そうなんだ、別にその予断を持ってやったことは聞いてないんだから、国連制裁に属するかどうか聞いてるんだから、国連制裁に属していない。ということはいわゆる 北朝鮮に対する飴になると。ある種の彼らに対する、その、まあ、無知と飴ということをあえて言うならば、圧力は先ほど言った、たくさんありますよ。あれ以外もありますよ。この場合は今日時間ないから言わなかったけど。しかし、一方において、このことで北がきちっと誠実に対応してくる。その誠実に対応してくることが可能であると。するならば、それをジャッジするために一定の解決を、やっぱり提示するべきだと。 提示するべきだと。そしてそれをジャッジするボードメンバーを作るべきだと。まあ具体的には西岡さんや荒木さんを同行させるべきに、別に、金正恩さんとの会談に同席しろでは言ってませんから、同行させる。これがですね、北側から見たって、いわゆる日本の一部が解決ではないといって、この大きな波紋を呼ぶことを抑制できることになるんで、まあお互いがですね、一応了解できる事項だろうと私は思っております。で、彼らが判断したときには、 万件も九十には人道支援も行うということをですね、私は明確に主張しておきたいと思います。最後に担当大臣としての今後の意気込みと、今ずっとつらつら三十分申し上げてきたことに対しての大臣のご所見をお伺いしたい。林大臣、え先ほどあの拉致被害者として認定された十七名以外についてもご言及がありました。 あの申し上げるまでもないことですが、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない17名以外の行方不明者が存在するという認識の下でですね。 認定の有無に関わらず全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしてきているとまず申し上げておきたいと思いますまあ、その上で今日はあの松原人議3原則をお唱になっている松原委員とですね大変有意義なやり取りができたというふうに感じておりますこの具体的なところはなかなか言えないところはご理解いただいていると思いますけれども今日の議論もしっかり受け止めながら真摯に取り組んでまいりたいと思っております 松原君、えー、よろしくお願いいたします、ありがとうございます。これにて松原仁君の質疑は終了いたしました。